はい、こんにちは。沖縄ママです。えー、しばらく、ちょっと、あのー、いろいろあって、えー、動画をアップすることができませんでした。えー、申し訳ございません。えー、今日も、皆さんと一緒に、えー、勉強していきましょう。にーはー、おし、じょんせンポぽ。あー、じゃ <laughs> あ、ちーてんを、ちょっと、めいばんぱー。めいばんぱすぴん、さんちゅうらい、どぶち。あょー、ど つんだ、ん、ばおちえんら、あ、ちねんいえじょうしえしじょめんば。はい。それでは、みなさん、一緒に勉強しましょうね。はい。今日は、えー、私はあ、ありません。何々がありません。私は、でも、まだ、何々があります。みたいな。そういう、あのー、表現していきましょうね。これは、えー、た、めいよ、か。た、めいよ、か。た、めいよ、か。 これは、彼は授業、かっていうのは授業ですね。授業のことです。た、彼は授業がありません。名誉。た、彼は、か。授業がありません。名誉。た、名誉、か。た、名誉、か。彼は授業がありません。でも、でもがないんですけど、まあ、私は、まだ授業があります。私は、 まだ、まだ、まだある、まだある。これ、はいよって言いますね。我、はいよ、貨。我、はいよ、貨。彼は、授業がありません。私は、まだ、授業があります。はい。他、栄養貨。他、いよ貨。我、はいよ、貨。この、栄養と、はいよ。いろいろな、 あの、ここの最後の名詞ですね。ここの名詞を変えることによって、いろんな使い方ができますね。例えば、お金とかね。彼はお金がありません。ちえん。銭って書いて、ちお金のことですね。彼は、えー、お金がありません。金がありません。 私はまだお金があります。まあ、いくらかは分からないですけど、あるってことですね。はい、面白いですね。こういうふうに、ここに入るものをいろいろ変えることによって、い、え、ろ、ー、んな使い方ができる表現です。例えば、た、めいよ、ファン、チュー。ファン、ファンっていうのはご飯ですね。チューっていうのは食べる。食べるご飯がない。 他没有饭吃。我还有饭吃。私はまだ食べるご飯があります。我还有饭吃。お弁当忘れちゃったんでしょうかね。そういう感じですね。ここの、没有とはよ。これ、二つ重要な表現です。覚えておいてください。それから下ですね。に、いえ、し、いえ、し、いえ、しっていうのは、あなたもまたそうでしょうかっていうことです。に、いえ、し、 東西大学の学え、あなたも、東西大学の学生ですかに、えまあ、東大学でも、大学でもいいんですけどね。東京大学でもいいんですけどね。あなたも、何々大学の学生ですかに、え東西大学学ね、こう、何々で、 何々でしょうかあなたもまた何々でしょうかあなたも同じ何々なんでしょうかっていう表現ですね。あんまり日本語的にはちょっと、日本語がちょっとおかしくなっちゃいますけど、そう訳すしかちょっとないので、はい。こういう、そういう感じですね。この、いえしっていうのは、いろいろ使えます。例えば、えー、なんていうのかな。会社を訪ねるときですね。に、いえ本店公司だ、あ、知恵吗 自分でゴンス、あの、ホンダですね。日本の、あの、ホンダです。あの、車のホンダの、おぉ、直演、えー、職員ですか直演。そういうふうにこう変えて、いろいろ使うことができますね。に、え、し、どんし、だ、し、だ、し、しん、ま。はい。この、い、え、し。あと、例とえ、もうちょっと、えー、なんていうのかな。優しい表現してみましょうね。に、え、し、ま、ま、ま。 あなたもお母さんですかそういう表現もできますね。例えば、えー、お子さん持ってる方とか、えー、なんていうかな、お友達でママ友とか、こう、会って、お友達を紹介されたときに、に、いやしゅーまマ、あ、まぁ、あ、あなたもお,お母さんですかっていうような言い方、できますね。いろんなこの、いやしーっていうのは、いろんな言い方ができます。 なので、えー、いろいろ表現を変えて使ってみることができますね。ちょっと今日は、えー、難しくて、3つの表現を覚えたので、ここまでにしときましょうね。はい。それではまた、皆さん、さよなら。今度はあさってです。明日はちょっと仕事が忙しくて、多分動画アップできないと思うので、あさってまたお願いします。はい。なて法じ寺への、バイバーイ。